マリアナパラオ諸島の戦い。マリアナパラオ諸島の戦い。マリアナパラオ諸島の戦い。英語マリアナパラウ。アイロンズキャンペーンは、太平洋戦争中に、日本軍とアメリカ軍の間で、マリアナ諸島、パラオ諸島をめぐり行われた戦闘である。太平洋方面では、連合軍の反抗により、日本軍は交代が続いていたが、日本が絶対確保を要する権益としたマリアナ諸島。 パラオ諸島にも連合軍は進攻を開始した。これは最終目標の日本本土侵攻に向けて新たな基地を確保するためで島を防衛する日本軍との間で熾烈な戦闘が行われた。また、海上でも大規模な海戦が発生した。1942年8月、連合軍は南太平洋のソロモン諸島南部にあるガダルカナル島に上陸して、 犯行を開始したが、その後の日本に向けての前進は、の2方面から進められた。日本は、太平洋方面での戦線の交代が始まった1943年9月に、絶対国防圏構想を策定し、マリアナ諸島、パラオ諸島は、絶対国防圏の要衝とされた。中部太平洋方面のアメリカ軍、 二密海軍大将が指揮は1943年11月にギルバート諸島、1944年2月にマーシャル諸島の攻略を達成した。中部太平洋方面の戦況が深刻化する中で日本はマリアナ方面の防衛体制が非常に脆弱であることを認識し、1944年2月に中部太平洋方面の陸軍部隊を統率するための 第31軍を新設するとともに、満州などから兵力を引き抜き、マリアナ方面に輸送した。3から5月の末輸送は成功した。しかしその後の輸送は途中で輸送船がアメリカ軍の潜水艦により撃沈されることもあり、計画通りの兵力増強は進まなかった。また、5月27日にニューギニアのビラク島に連合軍が上陸し、 日本軍守備隊との間で激戦が展開されていたため日本軍の主な関心は美白島に向いておりマリアナなどの基地航空機をこの方面に派遣すると共に増援部隊の海上輸送の実施に努めていたこのような状況の中でアメリカ軍の進行を迎えることになる1944年2月にマーシャル諸島を攻略したアメリカ軍は次は マリアナ諸島を目指すことになる。マリアナ諸島を攻略して、ここに戦略爆撃機 B-29 を配備すれば、日本本土の大部分を B-29 で爆撃する子が可能になるとともに、フィリピン奪還のための支援基地としても良い位置にあった。アメリカ軍の最初のマリアナ諸島への攻撃は1944年2月の空襲であるが、これは、 マーシャル諸島攻略の試作戦であった。第31軍は満州などから到着した兵員を各島に配置するとともに防御陣地の構築、追記に努めたが、資材の不足や防衛強化の開始からアメリカ軍来航までの期間が短かったことで十分な陣地の構えはできなかった。防衛の基本方針は上陸中の敵を攻撃して撃滅する水際作戦とされた。日本は 東上参謀総長、首相が、アメリカ軍上陸の前日に天皇に、マリアナは確保することができると信ずる。と上層したように、防衛に自信を持っていた。この頃、日本海軍も、アゴー作戦という日米艦隊決戦を計画し、5月頃から、タウイタウイ、ミンダナオ島とカリマンタン島の間に、空母等の艦船の決を行っていた。しかし、日本海軍は、 燃料の不足と空母航空機の搭乗員の連動不足という二つの大きな問題を抱えた状況であった。アメリカはマリアナ諸島攻略のために陸海合わせて約16万7000人の兵力を投入した。第一次世界大戦後日本の委任統治領となり日本は国際連盟を脱退1933年した後も統治を続けた。 日本からは約3万人が入植し、農業や砂糖の生産が主な産業であった。アメリカ軍が攻略を開始した時のサイパン島の日本軍、陸軍海軍系は約4万7 0 0 0名であったが、この中には輸送途中にアメリカ軍潜水艦の攻撃で輸送船が沈没し、武器を失って兵員のみが到着した部隊や足し前。 移動のために待機中の部隊も多かった。アメリカ軍は1944年6月11日に空爆と艦砲射撃を始め6月15日に上陸を開始した。日本の水際作戦もアメリカ軍の圧倒的な火力の前には無力で上陸の阻止は失敗した。アメリカ軍が上陸すると日本海軍はアゴー作戦を発動しマリアナ諸島西側の海域 フィリピン海でマリアナ沖海戦が発生したが、この海戦は日本の大敗に終わり、日本の空母戦力は壊滅した。日本軍は島の各所で反撃を続けたが、圧倒的な火力の前に日本軍の抵抗は次第に弱まり、7月9日にアメリカ軍はサイパン島の占領を宣言した。日本は7月18日にサイパン島の玉砕を発表し、東条内閣は 絶対国防権が破られたことの責任により、退陣し、小磯、与内連立内閣がこれに変わった。この戦いで日本軍は、マリアナのほか、パラオや洋島などの基地航空機も多くを失い、潜水艦作戦でも、アメリカの潜水艦は、日本の空母2隻、大砲、昇格のほか多数の駆逐艦や輸送船を撃沈したのにし、 日本の潜水艦はほとんど戦果を上げないまま18隻が失われた。終戦後のサイパン島の日本軍の生還者は約3600名であった。1898年の米西戦争の結果、グアム島はアメリカ領となっていた。太平洋戦争開戦直後の1941年12月10日に日本軍は島に上陸したが、島のアメリカ軍は 少数だったため大きな戦闘も行われないま、アメリカ軍は降伏した。島の原住民、チャモロ族は約2万4000人で日本は民政省を設置して行政を行った。アメリカ軍がマリアナ地区の攻略を開始した時のグアム島の日本軍、陸軍海軍系は約2万2000名であった。アメリカ軍はマリアナ沖海戦の勝利や周辺諸島の 基地航空機の相当の達成により、その攻撃力を上陸支援に集中することが可能になっていたので、サイパン島上陸の時を上回る事前攻撃、空爆、艦砲射撃を行った後、1944年7月21日に上陸を開始した。日本軍の水際作戦もアメリカ軍の圧倒的な火力の前には無力で、上陸の阻止はできなかった。 アメリカ軍の攻撃により、日本軍は急速に戦力を消耗していく状況の中で、7月25日の夜に総攻撃を行ったが失敗に終わった。その後、日本軍は島の北部に後退しながら抵抗を続けたが、残存兵力春一方で、8月11日には第31軍司令部もアメリカ軍の手に落ち、第31軍のトップのおば司令官は自決した。 これによりグアム島の日本軍の組織的戦闘は終了し、8月13日にアメリカ軍はグアム島の占領を宣言した。この後も残存の日本軍は遊撃戦を行ったが、アメリカ軍の総統と食料を不足によりその数は全減し、終戦後日本に帰還できたのは約1600名であった。サイパン島と同様の経過で日本の委任当治領となり、 日本や朝鮮から来た民間人約1万3千人による砂糖の生産が主な産業であった。軍事面では1944年初頭までは中南部太平洋方面の航空機の後方、中継基地として使用されていた。アメリカ軍がマリアナ地区の攻略を開始した時のテニアン島の日本軍、陸軍海軍系は約1万名であった。アメリカ軍は 海空からの準備攻撃のほか、すでに占領していたサイパン島からも砲撃を行った後、1944年7月24日に上陸を開始した。ここでも水際での上陸阻止は失敗に終わり、日本軍は圧倒的なアメリカ軍の火力の前に次第に追い詰められていった。8月1日、アメリカ軍はテニアン島の占領を宣言した。 終戦後の日本軍の生還者は約800名であった。ロタ島、グアム島とテニアン島の間やパガン島、サイパン島の北などにも日本軍は配備されていたが、アメリカ軍の上陸はなく爆撃されるのみであった。日本軍は孤立した中で、食料や医薬品の不足に苦しみながらも自活し終戦を迎えた。終戦後の日本軍の機関者は、 ロタ島から約2800名、パガン島から約2100名であった。パラオ諸島はカロリン諸島の西部、西カロリン諸島に属し、マリアナ諸島の南方に位置する島々である。カロリン諸島は第一次世界大戦後、日本の委任統治領となり、日本は国際連盟を脱退、1933年した後も統治を続け、日本からの入植者も多かった。 太平洋戦争開始後、パラオはソロモン、ニューギニア方面の広報兵艦基地となり、部隊や軍需品の中継基地と適応した。パラオは1944年3月に空襲を受けて大きな損害を出すが、これは連合軍がニューギニアのホーランジアに侵攻するための試作戦として行ったものである。日本は中部太平洋方面の戦況の悪化に伴いこの 方面の陸軍部隊を統率するために第31軍を新設し、パラオもこの第31軍の配下で防衛体制の強化を図ることになる。日本軍大本営はマリアナ諸島が短期間の戦闘で陥落したのは敵上陸時の基本としていた水際作戦が適切でなかったとの見地から急遽この方針を変更し、海岸から離れたところに 主人地を構築して、ここを拠点に長期間にわたり、上陸軍に反撃する作戦、長期時期を取るよう指導した。一方、フィリピンの奪還に向けて、ニューギニア北岸を精神していた、連合軍は、美役島まで達していたが、フィリピンに、さらに近い位置に、航空基地を確保するため、ペリリュー島とアンガール島の攻略を開始した。同時にニューギニアとフィリピンの間にある、 モロタイ島の攻略も開始。ペリリュー島はパラオ本島バベルダオブ島の南約5 0トルに位置する島で大規模な飛行場が設置されていた。このため日本軍は島をパラオ諸島の重要拠点とし、1944年4月から防衛強化を始めた。アメリカ軍がペリリュー島の攻略を開始した時の島の日本軍陸軍海軍系は、 1> 約1万千名であった。アメリカ軍は9月15日に上陸を開始し、数日の戦闘で飛行場地域を確保したが、日本軍は島の山地、最高約90メートルの自然洞窟等に構築した陣地から反撃した。アメリカ軍は山地の総統を目指したが、日本軍の抵抗により総統はなかなか進捗せず、 アメリカ軍第一海兵士団は上陸以来の損害の累積が大きくなり、10月末に別の士団、陸軍第81不評士団と交代して、島から撤収した。その後、産地の日本軍の陣地は、アメリカ軍により逐次脱取され、11月27日にアメリカ軍は総当作戦の終結を宣言した。終戦後の日本軍の生還者は、 約450名であった。小さな島で日本軍が長期時給の方針で2ヶ月以上にわたり抵抗を続けることができたことは日本の当初防衛方針に大きな影響を与え、その後の伊王島や沖縄の防衛戦に生かされることになる。アンガール島はペリリュー島の南西約1 0トルに位置し、肥料の原料となる林鉱石の産地として有名で、 軍事面では飛行場的地があった。このため島はパラオ諸島の重要拠点としてペリリュー島と同様防衛強化が図られた。アメリカ軍がアンガール島の攻略を開始した時の島の日本軍は約1200名陸軍海軍系であった。アメリカ軍は1944年9月17日に上陸を開始し、日本軍は反撃を試みるも成功せず次第に 戦力減毛していった。10月21日にアメリカ軍はアンガール島での組織的戦闘の終了を宣言した。終戦後の日本軍の生還者は約50名であった。アメリカ軍は10月15日から飛行場の使用を開始した。パラワ本島、バベルダオブ島やヤップ島、パラワ本島の北はアメリカ軍の上陸はなく爆撃されるのみであった。 島の日本軍は自活しながら終戦を迎えた。終戦後の日本軍の機関車はパラワ本島から約2万5000名、ヤップ島から約5500名であった。うるしい干渉、ヤップ島の東約1 0 0トルは1944年9月23日にアメリカ軍が上陸したが、日本軍はすでに撤退していたため戦闘はなかった。干渉はアメリカ海軍の白 給用、補給、修理として整備され、その後の作戦で重要な役割を果たした。この戦いは、日米の戦力がすでに質量ともに大きく開いていることを如実に示した戦いであった。アメリカ軍は少なからぬ損害を出したものの初期の目的を達成し、続いて1944年10月20日に、フィリピン学館のため、フィリピン中部のレーテ島に上陸した。また、 マリアナ3島に配備された B-29 は1944年11月24日に日本本土の爆撃を開始した。これ以前の B-29 は中国の生徒から発信していたため航続距離の制約で九州北部しか爆撃できず、生徒への B-29 用燃料の輸送の困難さのため出撃回数も限られていたが、 マリアナからの発信はこれらの問題を解決し、B-29 の増強とともに大規模な日本本土爆撃へと進んでいく。一方の日本では太平洋戦争開戦以来続いていた東条内閣が退陣に追い込まれることになった。また、日米決戦の切り札として20ヶ月ぶり、1942年10月の南太平洋開戦以来に実戦に出動した。 空部隊は壊滅、母艦以上に空母搭載航空機が壊滅し、以後残存の空母は、おとり、冷凍機械船や輸送船としてしか使えない状況になった。この頃ヨーロッパ戦線でも連合軍はノルマンディに上陸し、第二次世界大戦は終結に向けて歩みを早めていくことになる。1941年、昭和16年1944年、 昭和19年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。